はい。こんにちは。沖縄おばばです。はい。今日が、あ今日でね、ね、今日のお、これがね、最後の配信になります。 はい、えー、なんと言うか、かんと言うかですよ、もう、本当に。はい、えー、な、な、なんでしょうね、本当に。<laughs> はい、えー、本当にね、皆さん、あのー、感謝いたします。えー、今日もね、一日お付き合いいただいて、えー、本当に、あのー、心からあ、嬉しく思います。はい、えー、実を言うとね、えー、なんでこんな話になってるかというと、えー、ある、とあるね、ブログ、<laughs> ライラックさんというブログなんですけど、えー、その方が書いてある記事がね、本当に納得するんですよ。皆さん、あの、非常にね、優れた記事なんで見に行ってください。はい、そこにはね、いろんなね、小鳥さんからのつぶや,つぶやきなどが載っていますが、あどういうことを言っているのかというとね、まるでね、えー、新しい宗教ができたみたいだって言ってます。はい。 いわゆる、あれ教です。あれ。はい。あれの宗教です。はい。そのね、えー、あれをね、食べさせる手口とか、あ引き止める手口がね、えー、いわゆる、あの、信仰のね、信仰のね、収集教教のやり方そっくりだっていうことが書いてあるんですよ。 なるほどなぁと思いました。確かにそうなんですよね。これね、あのー、本当に読むとわかります。確かにその通りでございます。ほら、一時期ほら、日本でも話題になりましたでしょう。あの、おなんとかきょうっていうやつがね。それでやってたこととほぼほぼ同じなんですよ。はい。えー、いわゆるね、 えー、脳をね、えー、ゴシゴシとね、洗ってしまうやつですね。はい、えー、そしてね、えー、真の甲のね、収集の強強っていうのはね、えー、人をね、そうしてね、 こう、優越感に浸らせる。つまりね、先民意識を持たせる。はい。えー、あれをね、食べた人はね、優れた人間なんだって言ってね、先民意識を持たせる。そして、そうじゃない人を馬鹿にする。はい。えー、そういったことが、何から何までね、周の教教の、いわゆるね、えー、頭洗いですね。はい。そっ 栗だということが書いてありました。本当にそうでございます。私これ、えー、読んでね、えー、思わずうなずいてしまいました。あ、なるほどなと思いました。あ、だからね、日本のトップはね、えー、ああいったね、州の京京にみんな入ってるのねっていうことなんですよね。はい。まあ、やり方がね、えー、州の京京のね、 えー、せんのね、せんのね、のそっくりということです。はい、こういうことをね、多分、その、入ってる方たちですから、皆さんね、えー、生々夫婦のトップがね、はい、なのでね、えー、やり方を真似ても、なの不思議でもないということなんですよね。えー、な、やっとなんか、あのー、このね、なんか、 微妙なおかしな感じにね、気がつきました。はい。そういうことでございます。なるほどと思いました。はい。えー、見に行ってください。えー、まあ、本当にね、言われてみれば本当にそうだなと思いました。はい。週の教教でございます。はい。はい。あれ教ですね。あれ教。はい。そういうことです。えー、まあね、えー、今日もね、えー、 本当に、あの、一日暑かったですけどね。夜も多分暑いのでね。皆さん、あのー、お気をつけください熱中し。熱中症にならないようにね。はい。そして、えー、夜ご飯もたくさん食べましょう。そして、スタミナもね、つけましょうね。はい。そして、私たちは頑張りましょう。はい。もう、それしか言いようがないんですけどね。 はい、ええー、それではね、皆さん、今日も一日感謝、あ、いたします。えー、またね、明日、皆さんのお元気な顔を見られるのをね、心から楽しみにしております。沖縄、ば浜でございました。はい、みきさん。みきさん。はーい。あらららららら。ね、ー。